那覇市にいます。那覇の、ホテル泊まってるホテルルートインです。ルートインって言ったら、まあ、全国にチェーン展開してるビジネスホテルですけどね、今、泊まれチェックアウトしたところです。まあ、部屋はまあ普通の、ね、狭い感じの、ね、ビジネスホテルって感じなんだけど、朝食もなかなか揃ってるし、風呂が空いてるのは何より良かったかなって感じがします。で、国際通りから割と、ね、都府県内なんで、そういった意味でもおすすめできる、お手頃価格のホテルではおすすめできるホテルです。まあ、ベッドね、ちょっとね、寝た感じ硬かったけどね、まあ、これ好みの問題にもあるかもしれないけど。で、ティーバッグとかついてて、なんか何もないですけど、一応冷蔵庫使う場合はスイッチを入れなければなりません。で、湯沸かし器があって、電話があって、で、テレビで、こんな感じでね、ハンガーがあってって感じですけど、これがユニット式のバス。なんで部屋だけ見ると、まあ普通のビジネスホテルなんですけどね。ただ何がいいかって、本当朝食ついて、お風呂もついてですけど、一泊朝食付きで7,300円。これ土曜日ですからね、宿泊で。ちょっと高くなって。平日だったらもっと安く取れる時あるので、まあ割と国際通りからも本当に歩いて行ける距離なので、逆に騒がしさもなくていいところかなって感じがします。で、まあ、こんな感じで最上階に大浴場がついてます。まあ、決して大きなものではないんですけど、やっぱりね、部屋のユニットバスではなかなか体がね、休まることできないと思うんだけど、こういう感じで、入ってね、リラックスすることができます。で、朝食に関してはバイキングということで、まあ、一泊朝食付きで7300円取ったんですけど、まあ、その価格からするとしっかりでね、揃ってるかなって感じはします。まあ、実際味も、なかなか美味しかったかなって感じはします。まあ、ちょっと取りすぎちゃいましたけどね。まあ、この後またお借りします。